ちょっと知ってる子がいたから。あの黒塗りの車に乗ってた？車でお迎えかよ。モナ、出番だ。今こそ車に。現実じゃ無理だ。足痛い。寒いし中止だし最悪。あんだけ世間騒がせたのにこんなか。影のヒーローって地味じゃね？こういうのがかっこいいっつーの？俺は正直満足できねえ。打ち上げ花火みてえにドーンとつっても金城以上のやつなんかそうそう見つかんねえが。小雨になってきたな。名残惜しいが今日だな。どうしても教えてくれないんですね。あんたに話すことはない。そうですか。でしたらこちらにも考えがあります。あ？ごちそうさま。で、おい、話す。違うよ、バカ。もう閉店だ。精神暴走事件とも呼ばれる事件群ですが、では次のニュースです。国際的ハッカー集団メジエドが日本の怪盗団に対しメッセージを発信しました。うん。メジエドのホームページに英語で掲載された声明文の内容です。日本を騒がせている怪盗団に次ぐ。偽りの正義を語るのはやめろ。偽りの正義が蔓延することを我々は望まぬ。我々こそが本当の正義の執行者だ。また怪盗団か。だが我々は寛大だ。怪盗団に改心の機会を与えることに心を入れ替えるのであれば我々の傘下に入ることを認めよう。拒否する場合は正義の裁きが下るだろう。正義ね。我々はメジエド、不可視な存在。姿なき姿をもって悪を打ち倒す。このタイミングで声明が出されたのでしょう。詳しいことは分かりませんが、怪盗団に触発されたことは確かですね。対抗心か、あるいは便乗して注目を集め、どちらにしても迷惑な話ですよ。迷惑？怪盗団もメジエドも自分勝手な正義を振り回すだけの存在です。くだらねえことで騒いでんな。怪盗団か、何なんだこいつら。お前知ってんだろ。俺が聞いてんだ。聞き返すなよ。さて、ぼちぼち帰るわ。店閉めといてくれ。まあいいや。今後も怪盗団に影響を受けてこの世。そういう意味でも怪盗団の罪は重いで。Take off my mask.
世界クラスのターゲット、確かにメジエドを改心できればメメントスに待って。やるか。忙しくて点数悪いの。素で返すなよ。つか、そんなことより三島さ、ネットのことで話。あ、ぶっちゃけ聞くけど、いきなりすごいとこ。まあメジエドと怪盗団のニュース盛り上がってるからね。昔は義賊だったらしいけど、今は私欲にまみれたテロ集団ってことくらいかな。そうか。メジエドの実態を知ってるやつ、ま、でもこの夏は盛り上がりそうだな。怪盗団の世界デビュー戦。お前、俺は怪盗団を応援するけどね。掲示板話終わりでいいかな。それじゃ収穫。他のやつどうなんだろう。我が輩たちだけで手に負える相手じゃなさそうだな。来週から夏休みだけど、
25日の月曜に緊急集会やる。ジーズーカーに精神暴走事件とか犯罪に巻き生徒に注意を促すよう校長急に注意事項をまとめろって言われて、迷惑してるのはこっちなんだからね。何もかもうまくいってねえってこと？厳しい、だって。メジエドの手がかり。モナさ、超高精したら奥までわかりそう。無理。情報が足りなすぎる。闇雲に動く。車で走り回ってるだけ。道は続いてるんだ。いつかはた多分。まだ。忘れ物ないわね。さあ始めましょうか。お？よし、行こうぜ。どうすんの？
神ピカロ、イクマンの神言を信じろ。いくよ。敵はちょっとデルタバッタン、食われないわ。これでどう。クイーンが洗脳されてる。すべて話して、こっちは味方だぞ。ほらほら、これからよ。フィニッシュは付き合うで。はい、行くぞ。イクマンの神言を信じろ。行くよ。クイーン、ショーク、メルプがいるぞ。ガチだかんね。こういう時は。ありがとう。よっしゃ、ペルソナ開始してやろうぜ。容赦しない。レベルアップだ。私、一体何を。ありがとう。ま、しょうがねえ、倒すぞ。何その格好、頭いってんの。隠した相手ね、油断さえしなければ楽勝なはずよ。そんな、違う。隠した相手ね、油断さえしなければ楽勝なはずよ。ペルソナ、すべて話してやる。攻撃全滅。さすがジョーカー。危険な匂いがする敵だ、気をつけろ。ペルソナ、アイテムゲットだ。ここで手こずってられない。ん、ご苦労。さて、今の大したことなかったね。あれはレアモノだ。逃がすな。レアモノ撃破だ。大勝利、イエーイ。よーし、勝利だな。さて、余裕すぎ、歯ごたえない。ジョーカー、早く倒さないと。この状況を見せない。よし、クリスマス先生だ。すべて話してやる。敵全滅。さすがジョーカー。こいつ、イカれてるぜ。行くぞ、イクマンの神言を信じて。
綺麗に決まったな。大勝利、イエーイ。よし、勝利だな。さて完勝ね。このまま進みましょう。視野を広げるために他にも趣味。自転車。いや。マジかよ。やるぜ。やるよ。パサ。俺の気持ち受け取ってくれ。習得、早速使いましょう。さてよしと。フォークライトは敵の位置も。車内をこするとくすぐったかったりするわけ？おい、やめろ。
は足に響くな。その振動のせいか、俺の胃も暴れている。シャドウがいる。気をつけて。ホーム。より一層の構成に励むがいい。警報中です、囚人。張り切っていきます。探りなさい。これでいいの。すぐ技能を選びなさい。始めよう。
ままでは扱いきれない。もうやめるの。ジュスティーヌ交代だ。登録を行うのですね。登録するのですか。本当にいいのですね。見るのですか。閲覧なさい。これで相応のあなたの力です。このペルソネはお持ちなさい。これですか。相応のあなたの力です。警報中だ囚人。予想外を覚悟して進め。過度な力は破滅を招きますよ。貴様では扱いきれない。本当にこれが必要なのか。今のあなたに必要。本当にこれが必要なのか。今のあなたに必要なものなのですか。本当にこれが必要な。今のあなたに必要なものなのですか。本当にこれが必要。すぐ技能を選びなさい。かなりの力を割く。これはこれは。信号を信じて。大勝利。イエーイ。よーし、勝利だな。さて。あれ、楽勝すぎた？マジかよ。やめてよ。雑魚が2体、一気に行け。さあ、次に行きましょう。鮮やかな勝利だ。なかったね。
今度スーパーに行かないか。いい試食コーナーがあるんだ。どういう誘い。信号を信じて敵全滅。さすがジョーカー。敵3体だが実力はこちらが無駄。行くぞ。敵全滅。さすがジョーカー。みんないい感じだったね。よし勝利だな。よし
俺のペルソナに新たな力が。さて倒せたね。さあ先に進もう。あれはレアモノだ。逃がすな。レアモノ撃破だ。ここで手こずってられない。ん、ご苦労様。力の差が実感できる戦いだったわね。ホームだ。下へ行けるぞ。やばいじゃん。敵4体に囲まれた。ちょっと待て。行きますよ。イクマンの神言を信じて。さすがジョーカー。終わった終わった。次行こう。ご苦労様。こんなもんでへばってないよな。遅れを取るんじゃないぞ。宝箱じゃん。ラッキ
全て晴らしてやる。さすがジョーカー。みんないい感じだったね。うん、ご苦労様。うん、戦闘終了ね。それじゃあ行きましょうか。覚悟してください。敵4体に囲まれた。ちょっと待てよ。全て晴らしてやる。三体撃破。さすがだジョーカー。ここはペルソナで容赦しない。止めきれなかったか。ライブいっぱい行くぞ。さすがパンサー。敵全滅。大勝利。イエー。鮮やかな勝利だ。さてこんなもんでへばってないよな。遅れを取るんじゃないぞ。お兄さん、お疲れ。やるか。やめるの？
帰ったか。手がかりはまるでなし。つけておこう。問題が山積み。この状況下でも安眠をか姿なき姿大変な輩に目を正義の水かけろ。だがそれも間もなく終焉を迎えるだろう。思わぬ戦略難敵の討伐もまた攻勢の一環である。お前は力を磨く。しっかりな。さっぱりわかんねえな。おい、携帯。なんで怪盗だと知ってん。仲間のいたずらか。よくわからんが、みんなに知らせた方が良さそうだ。盗むってみたいね。どうしてバレた。チャットのログをたどられたのかも。迂闊だったな。でもそん
なことぐらいでここまで詳細に。要因は別にある。うん、わかんないけど、なんとなく。ねえ、他人のチャットログって簡単に見れたりする？私もそんなに詳しくないけど。どうやって？携帯のデータを抜き取るとか。返信しようとしたら送信先が存在しないとか。そんなことできるのか？全部私に聞かないでよ。おい、それはもしかしてハッキングというやつじゃないのか？ってことはこいつハッカー？ハイテクはわからん。要するに正体不明のハッカーがコンタクトしてきたのよ。なるほど、よくわからん。じゃあこいつが。違うでしょ、メジエドを片付けるって言ってるし、言葉を鵜呑みにすればだけど。確かにな。こいつ仲間にしたらよくね？素性も何もわからないのよ。信用できないわ。悪くねえ取引だと思うけどな。アリババが悪党でもか。そんな奴に手を貸すのはごめんだぞ。な、必要な道具を用意したってのも意味。もしかして。いたずらにしては妙に知りすぎてる。正体がバレてるなら私たち捕まっちゃったりしない？いや、通報したいならとっくにしてると思う。何らかの目的があるに違いない。現に必ず向こうから連絡。その連絡がいつ来るか、もしもの時すぐ動けるように。さあ、隠れて長時間待てる。ルブランは？夏休みの計画でも寝ろうかと。ん？そちらのお嬢さんは初めまして、新島誠です。お邪魔します。うちの生徒会長なんすよ。新島？どうかしましたか？いや、なんでもね。生徒会長さんたら驚いた。こいつをよろしくおね。桜総次郎、マスターで構わんよ。それ、お前、おっさんはおいとまするわ。じゃあ、見せ。先日声明を発表して注目されていたハッカー集団メジエドの続報です。先ほどメジエドのホームページに新たな。メジエドは声明で、怪盗団に対する勝利宣言、さらに怪盗団を称賛する一部の日本国民に対し称賛をやめるよう警告。メジエドの今後の動向が注目されます。って英語じゃねえか。我々の質問に怪盗団は沈黙した。これで我々の正義が証明された。日本の大衆よ、目を覚ましなさい。はあ、ざけんな。最後まで聞け。怪盗団を崇拝する者には罰が下るだろう。その罰とは財産の没収です。私たちはメジエドだってさ。どういうことだよ。怪盗団のシンパをターゲットにするって言った。財産の没収。銀行か、もしくは個人情報か。そこでなんで俺。あくまで怪盗団が悪ってことに。怪盗団さえいなければこういうことは起こ。冗談じゃねえよ。厄介な奴らに狙われたもんだ。このままほっとくしかないの？俺たちじゃ手も足も出ない。おい、これな。これ以上面倒なもんはごめんだぜ。珍しいよな、お前。予告状？他には？てか誰か。
そもそも切手がないじゃない。誰かが、もしや、あり、そういえば必要な道具を用意したとか、まさかこれ、もう今私たちにできること、いつ何が起きてもいいように。まいった。楽しみにされても反撃の手段、なんとかしないとまずいぜ。つけておこう。つけておこう。おはようございます。また龍二か？やっぱりこいつ。教えてや、ターゲットの名前。脅迫するだけして切りやがった。それにしても、とりあえずみんなに報告するか。
やらないと通報ってマジヤバい。さくら、さくらってた、マスターの名字。マスターにご家族は？いたっけ。どうなってんの？おおらかす。普通なんか紹介とか挨拶とかねえの？まあ事情が事情。予告状が届いたのもマスターの家だし、関係があると考える方、アリババがどこのさくら双葉か言わなかったことも理由の一つ。名前だけで十分だと思っているんじゃない？そういうこと。近くにいる誰かの仕業と考えるのが妥当じゃないかしら。なるほど。アリババが携帯のアカウントをどうやって突き止めた。だチャットで命じてくるというのはからかわれている気が。いたずらってことか。要求がどうもね。正体をバラされたくなければ金を払え。これならわかる。でも理由も言わず心を試されてるのか。とにかくさくら双葉に関してはそれがいいだろうな。今できることはそれくらいだし、ご主人も。私は念のため学校の名簿を調べてみる。慎重に頼むぞ。マスターに正体を悟られないようにな。なんで知ってるんだ。関係ねえだろ。帰る。店閉めとけ。こりゃビンゴだな。おい。